はい、どうも、デンジャラス松原でございます。はい、今日はですね、久々にちょっと配信となりますが、よろしくお願いいたします。というですね、仮面ジャマンなのでこちらの方を撮って、よっしょよっしょ、あーデン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 ジャラスですね。はい、デンジャラス松原、仮面を脱ぎましたと。はい、では今日はですね、物件の紹介をしていきましょうというところでございますが、今日のどの物件かというところなんですけれども、今日はですね、心斎橋にございます物件で、ブランズタワーウェリス心斎橋サウスという物件ですね。こちら物件の住所がですね、大阪市中央区東心斎橋1丁目3の3にございます。築年がですね、2017年の11月に経ちましたので、約ね、かれこれちょうど2年経つんですかね。はい、こちらの物件、鉄筋コンクリート造りの30階建てのタワーマンションでございます。はい、分譲は東急不動産で、施工に関しては、ハスココーポレーションさんが施工されております。こちらね、耐震に関してですが、ちょっとね、タワーマンションとして珍しいのかなと思うんですが、精神構造というのはですね、壁内に地震による揺れを低減し、建物全体の損傷を抑える効果を持つダンパーを組み込んでいます。地震のエネルギーを効率的に吸収することで、家具の転倒や窓ガラスの破損などを抑えながら、入居者の方が感じられる、揺れっていうのをですね、軽減してくれる、そういう、効果がある構造となっております。で、耐震ドア設計でございましてですね、住戸、玄関ドアに、枠と扉の間に適度な隙間を設けることで、地震の揺れによって引き起こされるドア枠の歪みで扉が開けられなくなる事態の発生を軽減する、耐震仕様のドアを使用しております。で、まあ、こちらの物件ですね、外装ですね、外装に関してはまたこちらの方の動画を、見ていただいたら、まあ、こんな感じかなっていうのを見ていただけるかと思いますので、ご覧ください。ちょっと私ちょっと履けた方がちょっと映りやすいのかな、ちょっと自分で、ね、あれ編集するんであれなんですけどね。はい、そしてですね、こちら倉庫数が202個、ございます。駐車場、駐輪場、バイク置き場もございまして、ペットの飼育も可能です。こちら2匹まで、飼えるようですね。で、こちらまた嬉しい設備が1個ありまして、1個なのかなお出かけの際にですね、便利なレンタルサイクル、まあ、こちらの方が、5台ほど用意されています。まあ、予約制なのかな、ちょっとその辺は規約とか見てないのであれなんですけれども、使っていただけるというのはすごく嬉しい、内容となっています。まあ、いちいち、ね、自転車を買わなくても済むというのはすごくいいですよね。はい、そしてですね、ペットの足洗い場というのも設置されておりましてですね、まあ、帰って散歩して帰ってきて、ちょっと雨の日とかで、足元悪い時、洗っていただける。で、まあ、他の、入居者様の、まあ、迷惑にならないという点はすごくいい点だと思いますのでね、活用の方お願いいたします。そして、共有部ですね、共有部に関してはコンシェルジュであったりとか、スタディールーム、スカイラウンジ、ゲストルームもございますので、お客さんがね、来られた際にも使っていただける内容となっております。はい、24時間、有人管理で各階にゴミステーションもございますので、まあ、わざわざ1階まで持っていかなくてもいいというすごくね、便利な設備となっております。占有部に関してなんですけれども、室内はフルフラット設計で LDK に床暖房がついております。キッチンは3口のガスコンロ、システムキッチンで、まあ、料理もしやすい、女性にはね嬉しいね、内容で食洗機だったりとかディスポーザーのゴミの処理とかも楽にできるというところも、評価できる部分ですね。はい、そして、浴室にはですね、ミスト機能付きの、浴室乾燥機もございます。雨の日もこちらで、あればすごく、まあ、なんていうかな、湿気臭くもなくなるので、いいかな、部屋干しはねどうしても臭くなっちゃうんでね、はい、その辺を活用していただければと思います。はい、購入であったりとか賃貸もございますのでね。はい、そして立地なんですけれども、駅が近い、まあ、徒歩1分で長堀橋の駅っていうのがあるんですけれども、まあ、そちらの方に行っていただければ、まあ、駅直結ではないというところはございますが、1分もあれば着くっていうところを考えると、直結でなくても気にはならないのかなと思います。で、徒歩2分のところにですね、コンビニもあります。そしてですね、駅に関しては心斎橋の駅だったりとか、主要の御堂筋線っていうのも近いので、まあ、こちらを使っていただくことでですね、まあ働く場所にもよるとは思うんですけれども、活用としてはすごく便利なスリーウェイの、あとは、その谷町線も近いですね、まあ、こちらも使っていただけるというところも評価すべき、ポイントだと思います。はい、コンビニもセブンイレブン、ファミリーマートっていうのもありまして、スーパーもですね、徒歩3分ぐらいのところですね、フーディアムっていうところもあります。
工業っていうスーパーもあるんですけど、こちら8分ほどで着きます。で、郵便局であったりとか警察署も近く、東急ハンズ、台場百貨店とか、まあ、震災橋の商店街というのもまあ歩いて行ける距離なので、まあレジャーの考え方としても、すごく便利というか、まあ、若い方にも、受ける場所になっておりますね。はい、そしてですね、まあ、学校区になってきますが、学校区はですね、小学校が南小学校で徒歩3分、中学校が、南中学校で徒歩4分と、お子さんがね、割と近いところに、通学できるというところは安心いただけるかなと思いますね。はい、ではですね、需要としてなんですが、駅から徒歩1分、3ウェイなので立地がいい。まあ、住まなくなっても賃貸として募集してもですね、まあ、非常に付きやすい物件になっておりますね。まあ、今後新築物件ではもう建物価格や人件費が上がってくるっていうところもあると、まあ建物自体は割高になってくるかなと思います。まだ築ね2年の築浅物件ですね、実住に限らずですね、投資マンションとしてもまあ検討いただいてもいいのかなと思います。実際今出てる物件でも投資用でも結構出てますね。今安くても4780万、そして高くて7150万、7150万に関しては実住の方に、なりますが、2LDK で出ておりますね。まあ、こちらの、ね、詳細の、内容が、知りたいお客様に関してはですね、私、デンジャースマスターに、お声掛けいただきましてですね、ご案内の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、ちょっとね、今日は結構手短な感じになりましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと感じる部分とはすごくあってね、恥ずかしいところもあるんですけれども、はい、普段は買わないようにはちょっと心がけてはいるんですが、いかせ人間ですね、こういう部分もありますので、ね、ご了承のほどお願いいたします。で、またね、次回、物件の方も紹介していきたいと思いますので、またご覧いただければと思います。じゃあ、今日はこんなところで終わりたいと思います。ちょっとね、またね、仮面の方をかぶってお別れしたいと思います。デンジャラス、バイバイ。